皆さんこんにちは、リュウカです。皆さんこんにちは、リュウカです。はい、今回はですね、スピーン、ろうそくをフランクタイから買って、そう、ろうそくを僕結構前に、こんな感じで、ろうそくを曲げたくて、やったらめっちゃ失敗しちゃって、大失敗しちゃって、なんか変なのが出来上がって、こんな感じで、もう失敗しちゃったので、今回はちゃんと調べてやります。では、ろうそく。彼はまだ、あんなことになるとは知らない。なんか水の中にろうそくをなんか20分つけるらしいです。入れまーす。イエーイ。僕の目標はこんな感じで可愛いろうそくを作ります。そう、これずっとやってみたくて超楽しみ。これよし、20分待ちます。バイバイ。最悪、これこぼれた、こぼれちゃった、最悪。まあこんなこともあるよね。はい、ではもう20分が経ったので、これをちょっとお湯を入れて、このお湯を入れて、ちょっと水でちょっといい感じの、いい感じの、ぬるま湯に、いい感じの温度の水にして、ここで曲げます。曲がるのこれ、少なあったかい、あっち。またこぼれました。全然机を拭いてなかったから気になりました。よかったです。はい。曲げていきます。これ曲がるのかな。まだだ。どうしよう。待て。ちょっとこっちにちょっと水と、ちょっとお湯を混ぜて、ぬるい感じにして、こっちでもやります。さよなら、すいません。折れちゃったよ。はい、さよなら。やってみます。どうなんだっけ、全然さ、なんか超硬いんだけど、さっきよりは全然柔らかいんですけど、めっちゃ硬いよ。グニャンって曲がんのかなと思ったんだけど、均一の力やばい。まっすぐちょっと曲がったよ、イエーイ、ツイスト。もう机ビシャビシャだ。Bang! Give me out! Give me out! Give me out! Test and baby! Boom! Bang! Woo! まあ最悪でも、逆にこれでも可愛いかな、これ折れたけど。あ、でも、そっか。これをもう切っちゃって、こういうロウソクも可愛いかもね。こうやって置いても、ほらね。どうしよう、あと2本しかないよ。いやもう失敗人生じゃん。もうこんなん失敗人生じゃん。なんでだろう。なんで、もっとあったかいお湯ってこと？ああ。また折れちゃいました。なんかダイナマイトみたいになっちゃった。ダイナマイト！あ、これもこれかわいい。あ、これもこれかわいいわ。立った、よかった。プリン！完成です！イェーイ！大失敗しました。めちゃくちゃ。これさ、これ、これが一番成功していい感じで曲がったんですけど、調子に乗ったらここ曲が、折れちゃいました。まあでも、飾ります。はい、というわけで今回はろうそくを曲げました。どうでしょうか。まあでも、これはこれで可愛いので、これは多分可愛いので、まあ、使います。で、あと僕今 YouTube のチャンネル登録者数が15万に突破したら4トンするので、よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあみんな、バイバーイ！キャンドル！バイバーイ！